どうも中島直樹です。今回は先日お邪魔した沖縄で食べたグルメの中から中島家がおすすめするお店をランキング形式で紹介します。沖縄旅行30回を超える沖縄フリークのテレビマンが教えてくれた超定番のグルメがランクインしてます。旅の計画を立てる際にぜひ参考にしてください。それでは早速第1位から参りましょう。はい、はい、海岸沿いに車を止めて、はい、はい、やっております。結構いるね。結構いるね。はい、あら、ちょっと入ってないです。じゃあここをニブにしようかな。はい、お願いします。はい、ハニーとアガベ。一番人気は蜂蜜なんですけど、ゲットしたんでね。はい、海岸で食べましょう。うん、ただものすごい最初誰もらんかったのに大行列ができて、ね、そうじゃね、ごめん、私のせいなんよ、あれ。なんでなんで。もうすごい決めることがいっぱいあって、ああ、カスタマイズがね、めっちゃできるん。ああ、ソースとか具材とか、ああ、もう、うん、うまうまい、うん、冷たくておいしい。わか、うん、毎日朝に食べたいね、なんかじゃん。いや、わかるよ。なんかスーパーフードもいっぱい入ってるし、なんか体にめっちゃ良さそう。そうか。うん、なんかチアシードとかも。これチアシード絶対入るんだろうね。あ、ヒポキ。うん。やっぱりポキよ。私、エツコカスタマイズよ。うん。ポキじゃない、アヒだよ。あん、アヒ。うん、アヒだ。どうした？辛い。え、嘘。そこ辛いとこなんじゃない？あ、かもな。こっちの方とかさ。うわ、うまっ、うまっ。食べたい。フライドオニオンのカリカリ感、うん、アボカドのこっくりした感じ、これうまい。これトッピングで付けました。あ、すごい。いいな、また来ただけあるね。ちょっとやめてよ。じゃあまず味噌とか。これがゴーヤチャンプルだっていうぐらいゴーヤがすごい。ゴーヤしかないと思ったけどめっちゃうまいじゃんこれ。全然迷惑なの。うん、ね、ヌード食べた？ちょっと四角い。あ、うわ、ね、柔らかい、なんか確認的な。どこ見てる？こんなに美味しい。なんか体にもいいし最高やけど。うん。
美味しい。うん。トロトロ肉いっていい。うわ、これ。うまい。めっちゃ美味しい。トロトロに煮込んだ牛すじ煮込みみたいなのが乗っとるって感じ。うまっ。肉がやばい。おいしい。これはあの食べ飽きない味だと思う。本当においしい。もやしがすごいね。あとおしたい二郎系、二郎系ね、沖縄の二郎系だ。うん、うん、スパイシー、しっかりコショウ振ってあって、美味しい、美味しいと思う。うまい、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 うまい。本当に店ある？あ、ここだ。あった、うん、誰も並んでない。いいよ。そうなんだ。めちゃくちゃ並んどったから。どうだった？は？ミルクスープみたいだね。そうだね。こんな味だったかな。アグレッシブですけど、何かのスタッフとしたんだけどね、こんな味だから。あー、そうか。あ、よかった、よかった。やば、辛いけど。はい、いい感じです。わー、ミディアムレアで、チーズ気をつけてください。ステーキの美味しい食べ方、何もかけずにそのままでお召し上がりください。塩コショウをかけてお召し上がりください。この調味料でお召し上がりください。最初は何もかけずに塩コショウでお好みの調味料。下のこれおろしにんにく。下かけたらこれくれるって。これ何も、やばなかった。ちょっとすげー、もうピンクだ。思ったよりめっちゃあっさりする。あ、そう、びっくりした。あ、肉はね、うん、あ、肉はね、今こうソースにおろしニンニクとガーリックパウダーかけたの。めっちゃ美味しくなる。すんごいよ。だいぶ少なくて、うん、もういい方にしよっか。いいよ。どれが欲しかった？これ以外。え？あ、これはダメなんだ。以外がいいな。多分神様だと思うんだけど。ごめんなさい。いきます。じゃん。来い。いくよ。よいよ。やらない。1、2、3。
2番目に嫌だって言ってた。いいじゃん、かわいいよ。メニューって書いてあるけど、中開けたら開くとか開かんよ。ねえ、寒いかなんて言わずに。おいしい、うん、想像通りの味。